今日はチンニング、懸垂でですね、広背筋に効かせるためのコツについてお話をしてみたいと思います。背中のトレーニングで広背筋に効かせるためのポイントっていうのは、大体どの種目も共通することかなというふうに思うんですけども、今日はこのチンニングにですね、焦点を当ててお話をしてみたいと思います。で、広背筋をですね、意識するためには、まず広背筋がどこについていて、どういう動きで収縮する筋肉なのかを理解することはとても大切だと思うんですね。で、広背筋が、場所でいうとここについてます。背中の下半分を占める割と面積の広い筋肉なんですけども、この腰のですね、この下あたりから始まって斜め上に向かってですね、で上腕骨にくっついている筋肉になります。で、収縮する動作としては、肩甲骨を寄せる動きと、あと肩を下げる動きで、この2つを同時に行うことによって広背筋がですね、しっかりと収縮するんですね。で、広背筋は指で触れる部分っていうのはこの辺りかなと思うんですけど、肩をこう下げることによって力が入りますので、どこにあるか意識したいっていう場合はこういう感じでね、練習していただくと分かりやすいと思います。僕今肩を下げる方向に対してこう力を入れてるんですけども、右も左もですね、同じようにね。で、広背筋は発達するとこうやって体の外に生え出してくるので、逆三角形のですね、体型を作るためにもとても重要な筋肉だと思うんですけど、さっきお話しした肩甲骨を寄せることと肩を下げること、この動作を背中の種目をですね、行う時に意識すると広背筋に、しっかりと効くんですけど、もう一つですね、大切なポイントがあって、それは骨盤をですね、前傾させる、いわゆるでっちりの状態、この状態を作って肩甲骨を寄せて肩を下げることによって広背筋って最大限に収縮させることができるんですね。だからチンニングでもですね、それは全く一緒で、トップポジションに体を持ち上げた時にですね、肩を下げて肩甲骨を寄せてでっちりを作った状態を作ってあげると、広背筋がですね、しっかりと収縮しますので、それがですね、チンニングで広背筋に効かせるための最も大切なポイントになります。で、その動作を行うための意識としてですね、僕が一番、効果的かなというふうに思うのは、胸を突き上げるように体を持ち上げるという意識なんですね。ということで、ちょっとまずその広背筋を意識したフォームをですね、実際にやってみたいと思います。じゃあまずぶら下がって、ここから こんな感じのやり方ですね。これが、広背筋を収縮させるチンニングのフォームになります。多分後ろから見てですね、肩甲骨がこう動いてるのがよく見えたんじゃないかと思うんですけども、あんな感じで、体を持ち上げるときにこういう感じで胸を突き上げるように体を持ち上げていただくと、背中、特に広背筋がしっかりと収縮すると思うんですね。じゃあ今度は反対に背中に効きにくい、チンニングをやってみたいと思います。ここからですね、とこんな感じです。今のやり方はさっき僕がやった広背筋に効かせるためのフォームとは多分見た目にも全然違うと思うんですけども、持ち上げるときに肩がこう上がってですね、腹筋を使ってこうお腹を丸めるような動作で行っていて、これだと広背筋がですね、どっちかというと逆に伸びてしまうようなフォームになっているので、広背筋に効かせることはなかなか難しいと思うんですね。じゃあこれどこに効くのかっていうと、腕とか、あとこう体に対して肘を近づけてますので、三頭筋、上腕三頭筋の長頭だったりとか、あと大臀筋のあたりに効くチンニングになるんじゃないかと思います。なので、そのあたりに、ね、効かせたい場合はこれでもいいんですけど、広背筋を意識したチンニングを行う場合は今とはどっちかというと逆のイメージで、こういうふうに胸を突き上げて、でさらに足は後ろで組んでおいて、こうでっちりをキープするような、骨盤の前傾をキープするような力も入れつつ、こう体を持ち上げていただくと、しっかりと広背筋に負荷が乗るのがですね、体感できるんじゃないかと思います。
で今行った2つのチューニングでどちらが、体が、ね、持ち上げやすいのかっていうと、やっぱり後に行ったこういうフォームで行うチューニングだと思うんですね。いろんな筋肉を使ってますので、それだけ体重が分散されますので持ち上げやすいと思うんですけど、それに比べてこういうふうに広背筋を収縮させるフォームっていうのは使う筋肉が限定されますので、それだけね、筋力が必要になってくるわけなんですけど、なので、今日ご紹介した広背筋に効かせるためのチューニングができるようになるには、まずですね、頭がバーより上に来るぐらいまで体を持ち上げられる筋力を身につけるっていうことが必須条件になりますので、まあ、順番としてはですね、まずはどんなフォームでもいいので体を持ち上げることをですね、できる状態にして、そこからこういうフォームに移行していくっていうのが、まあ、スムーズな、練習法かなというふうに思います。で、そうやってね、どんなフォームでもいいのでとりあえず体を持ち上げられるようになったら、まあ、そこからね、どうやって広背筋に効かせるフォームに変えていけばいいのかっていうと、これは繰り返し練習していくしかないんですけど、まあ、今日僕がご紹介したですね、胸を突き上げて持ち上げるフォームをとにかくイメージしていただくといいかなと思います。イメージとしては、まあ、これ腕だとしてね、こう肘がここにあって、まあ、こういう形をしてるとしてぶら下がってるじゃないですか。ここからこういう持ち上げ方をするとこういう風になるので、広背筋ってね、収縮しないんですけど、こういう風にこういう風に持ってくると、トップポジションで肩甲骨が寄ってこう、ね、肩が下がった状態が作れますので、そういうイメージ でこういう風に体を持ち上げるようにですね、意識改革をしていただくことがとても大切だと思います。で、そのための練習法としてですね、僕が昔やってたのは、まあ、どんな場所でもいいんですけど、こういうところに手をかけて、こういうふうに体を前に起こすような、こういう練習は結構やってました。まあ、こういう場所がなければ斜め懸垂でもいいと思います。バーを、ね、低い状態にして、例えばこのぐらいの高さにバーを置いてですね、でそれをちょっと広めに握ってこう持たれてですね、こういう感じで胸を前に突き出すように体を持ち上げて、でフィニッシュでは体が反った状態、肩甲骨が寄った状態を作る、こういう練習っていうのは僕は結構やったんですけど、これがね、チューニングでこういうフォームを身につけるためにはとても効果的だったかなというふうに思っています。で、この動きをとにかく体に覚え込ませて、それをですね、チューニングでも再現できるように繰り返し繰り返し練習すると、今日ね、僕がご紹介した広背筋を収縮させるフォームっていうのがだんだん身についてくるんじゃないかというふうに思います。で、あとついでにもうちょっとね、広背筋を収縮させるためのコツをご紹介すると、低い位置なんですけど、チンニングってチンって顎って意味なんですけど、顎に向かってバーを持っていくとちょっとね、肘がこう張った状態になって、それだと広背筋じゃなくてもうちょっと上の方に、効くチンニングになるんですね。だから広背筋に効かせる場合は肩を下げて持ち上げなきゃいけないので、バーがですね、顎じゃなくて胸の真ん中ら辺に来るような位置に引いていただくといいと思います。なので肘はですね、こう開くんじゃなくてちょっと前に持ってくるようなイメージで、で、肩を下げるわけですので、トップポジションで肩を下げるわけですので、こういう感じですね、こんな感じ、インクラインの、まあ、ボトムポジションみたいな、そういう状態に体を持ってくるとしっかりとね、広背筋が収縮すると思います。で、そのためのですね、まあ、練習法として僕がやったのはまたちょっと別の方法なんですけど、こう下にバーの下にしゃがんだ状態で体を持ち上げる、こんなやり方です。こういうふうに下から体を持ち上げられるようなイメージで、こういうふうに体を持っていくと、トップポジションでしっかりとこうやって肩が下がって、肩甲骨を寄った形を作れると思いますので、まあ、今日僕がいろいろお話ししたんですけども、その中で何かこれだっていうね、ヒントが見つかればいいなというふうに思うんですけども、とにかくこの形を作るためにですね、繰り返し練習していただければと思います。はい、
という感じで今日は、チンニングで広背筋に効かせるためのフォームのですね、コツとあとそれを身につけるための練習法をご紹介させていただきました。ぜひね、一つの参考にしていただければと思います。じゃあ最後にまた広背筋に効かせるためのフォームをですね、実際にやって今日はですね、動画を締めさせていただきたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。